パリーの陸上競技選手1960年代のヨーロッパの代表する男子砲丸投げ選手である1964年東京オリンピックの銅メダリストバリューは1958年のヨーロッパ選手権ですでに16.77メートルで7位という実績を持っていたがその力を発揮したのは1960年代になってからである バリューが最初にビッグタイトルを獲得したのは1962年のヨーロッパ選手権である。この大会では19.02メートルの記録で2位の選手に64センチメートルの差をつけ勝利した。1964年東京オリンピックでは19.39メートルで当時世界をリードしていたアメリカの2人、ダラス・ロングとランディ・マトソンに次いで銅メダルを獲得。 1966年、初めて開催されたヨーロッパ室内選手権では、19.05cm で2位に 80cm の大差をつけ初代チャンピオンに輝く。さらに、同年8月、地元ハンガリーのブダペストで開催されたヨーロッパ選手権では 19.43m の投敵で2位に 61cm の大差をつけ、大会に連覇を果たした。 二年後の1968年、メキシコシティオリンピックでは、18.86メートルで、わずか1センチメートル及ばず予選落ち。翌年、三連覇のかかったヨーロッパ選手権でも18.78メートルで7位と、成績は振るわなかった。二年後の1971年のヨーロッパ選手権では19.99メートルでわずか5センチメートル、及ばず4位となり、メダルを逃す。 バリューの最後のオリンピックになった1972年ミュンヘンオリンピックでは20.10メートルで8位に終わっている。バリューのハンガリー国内での成績は1963年から10連覇を含め13回チャンピオンに輝き17回の国内記録更新を果たしている。バリューはこの他にも1962年と1966年に ヨーロッパ記録を達成している。ありがとうございます。